さよならヘッドマークを装着した最終日の1000系横浜市交通局。1000系電車は横浜市交通局が運営する横浜市営地下鉄の1号線、3号線で1972年から2006年まで運行された通勤系電車。1号線の上大岡駅伊勢崎、長者町駅間開業に伴って1972年に登場した。線型という形式は1号線用車両を表している。開業当初は3両編成だったが、1977年6月に5両編成に、さらに1985年3月に6両編成とされた。そのため、1号車が制御電動車、3号車が付随車となっている。4号車は、車両基地内での入れ替え時に携帯用の簡易運転台が接続できる構造になっていた。最大で6両編成14本が在籍していたが、抵抗制御であったこと、製造から30年を経過し、かつ老朽化が進んでいたため、2004年から 3000R 型と入れ替えで順次廃車が始まった。2007年12月15日から開始された1号線、3号線のワンマン運転には対応せず、2000型とともに2006年12月13日をもって定期運用から離脱し、同年12月16日のハマリンフェスタのさよならイベントを最後に営業運転を終了した。これをもって1号線、3号線の車両は3000型に統一された。最後まで在籍していたのは1141回で、2006年11月28日から、先頭車の前面に、さようなら1000系横浜市交通局と表記した特製のヘッドマークを装着し、2000型と同様に、ハマリン、フェスタまでヘッドマークを装着した状態で運行された。車体全長は18メートル級、客用ドアは片側3カ所であり、他車局の3、扉車に比べて車端の長い扉1、窓配置が特徴となっている。内部構え体は普通構成。車体外板のみ、ステンレス鋼を用いた、セミステンレス構造を採用した。前面は、窓のない非常用貫通扉を中央に配し、窓ガラスの寸法は、左右非対称であった。前面は、スピード感を出すために、くの字型の形状となっており、この意匠はその後、ブルーラインの全形式に引き継がれている。車体は、基本的に、無塗装だが、客用。ドア部分はアクセントかつ識別のために縦方向に青で塗装するという当時としては画期的なデザインが採用された。製造当時は比例棒車だったが1989年度から1992年度に以下の改造を行った。ありがとうございます。